チーチャンネル始まるよ。はい、ウッチーです。今日お邪魔するのはこの建物、実はね、以前来た干物食堂のすぐハス向かいですね。マグロレストラン。こうしてカメラを向けてみると干物食堂はすぐ前にあります。平日の昼間だというのにライダーさんがいっぱいいたり、車もこんな止まってますね。ウッチーのチャンネル。中に入ってみるとこうして食品サンプル、サンプルかな、これ本物のような気がしますが、ラーメンだとかカレーとかね、味噌カツ、フライ、マグロに関係ないものもいっぱいありますね。これ並びながら撮ってたんでちょっと思うように撮れなかった、ごめんなさいね。カキフライだとかね、僕は盛り合わせ刺身定食を頼みました。美味しそうですね、丼も。はい、こちらが僕が注文した刺身盛り合わせ定食ですね。刺身4種、5種、そしてマグロの佃煮、味噌汁、たくあんは取り放題ですね。これだけあって税込み1180円、安いですね。広めの店内、これ後ろ見えますか、めちゃくちゃ広いですよ。さてそれではいただきます。マグロここね、ご飯がすごい美味しい、最高です。もう一杯ご飯が欲しかったなって感じですよ。はい、マグロの佃煮、これがうまいんですね。あの一袋帰り350円ぐらいで買えるので帰りに買っていこうと思いましたが、これ買ってったら太っちゃうなと思って諦めました。さーてここでウッチーの味噌汁チェック。出汁感はなかった。ただ嬉しいのはこうしてマグロの佃煮ミートボールが入ってたんで、これが結構嬉しい。ほんとご飯が足りなかったな。ほんとご飯パクパクいけちゃうよ、俺小食なのにね。お、本マグロ。本マグロはね、すごく脂が乗ってて美味しかった。本当はね、ここ前回中トロ食べたんですけど、並んでるうちにね、メニューを考えないと、何を頼むか考えないといけなかったんで、どれにしよう、どれにしようって、これキハダね。そしてるうちに自分の番が回ってきてしまったんで、刺身の盛り合わせにしました。ネギトロ、皆さん知ってます？ネギトロってネギが入ってるからネギトロじゃないですよ。中落ちから
ネギ取っていくからネギトロっていうんですね。知ってました？知ってましたよね。もうこうなったらどんぶり状態ですね。無法地帯です。ウッチーのチャンネル。お店の入り口にはこうして冷凍の魚とか冷凍マグロ、いろんなもんを売ってるんです。明太たらこ、イカかな、赤いのは何だろうね。こうしていろんなものを売ってます。カニシューマイ、加工品もありますね。あらまあ、カニクリームコロッケ、白身魚のフライ、いいですねこれね。こちらが先ほど言ってたマグロの佃煮。買ってこればよかったなっていつも思う。はい、こちらマグロですね。だいたいね、部位にもよりますが1本1300円から2500円ぐらいかな。ちゃんと家でもね、上手に解凍できればいいんですけど、ちょっと素人がやるとね、失敗したりします。私失敗するので。こちら本マグロって書いてありますね。欲しい。あ、こちらはネギトロですね。誰だろう。サインもちょこちょこっと飾ってありますね。 CBC スイッチとかね。というわけで最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録お願いします。